はい。おまけの夜です。このチャンネルは深夜のファミレストークのひらめきがテーマのカルチャートークのチャンネルでございます。一本でも映画が好きなら好きと言っていいチャンネルございません。知識のあるなし、上下をつけずに楽しくやっていこうというチャンネルでございます。フクロウ徹底レビュー まあちょっと公開規模はかなり狭いんですけども、まあ、遊戯とかも絶賛していたりして、まあちょっと話題になってたので、えー、やっとね、見に行けたので、今日はね、ちょっとレビューしていけたらなというふうに思います。あのー、まあちょっとね、まあその見れる、見れないあると思うんですが、もし見に行く予定がある人はね、ぜひね、まず、何の知識もなしに行ってほしいんですよね。こっから先、まあネタバレっていうか、知らない方が楽しめる要素っていうのがいっぱいあって、まず見に行きたいと思っている人がいたらですね、もう何も考えずにまず行っちゃってください。 はい。よろしくお願いします。で、その上で、えー、まず概要。ちょっとネタバレ的なことになっちゃうんだけれども、天才ハリシっていう主人公、そのチート主人公と、あとそっからですね、あの、設定のネタバレシ的なものがあってですね、そこら辺がかなり面白いなっていう話。そして、この映画全体の、この真の時代の、まあ、美術とか、あとね、音響とか、音とかをですね、そう使ってね、かなり五感を楽しませてくれるね、もうエンターテインメントだったので、まあ、そこら辺の話。まあ,あと光 先のの読めないどんんで返しまぁ、あ、そこら辺についてね、ちょっと語っていけたらなというふうに思います。えー、まだ見てないよっていう人とか、えー、興味あるけどちょっと話聞いてみようかなっていう人がいると思うんですけど、まずね、こちら、そのポスターのイメージからね、結構サイコスリラーな感じ、斬新でかなり際どい感じの映画が見れるのかなっていうような雰囲気があるんだけど、フクロウっていうタイトルからしてもね。 でも実際見に行くとですね、かなり王道の娯楽エンターテインメントです。だから言ったらハリウッド的な映画になってるので、えー、そこら辺はですね、イメージと見に行くとちょっと違うなっていうところはあるので、興味ある人はですね、これ結構王道エンターテインメント映画だよっていうこととかを、えー、ちょっと冒頭に入れながら、えー、まあここから見に行くなり話聞くなりしていただけるのがいいのかなというふうに思います。 2023年で韓国の映画祭25巻ということで最多受賞を取ってですね、なんとナンバーワンロングヒットっていうのもですね、最長記録を樹立したということでね、まあ大ヒット、韓国で大ヒット映画でございます。まあ韓国といえばね、まあ韓国の映画産業はね、かなり発達してますから、その韓国でナンバーワンということでね、まあそれだけでも結構信頼度が高い作品なんですけれども、見てみると納得、かなり骨太の王道娯楽エンターテインメント、 にもなってるし、えー、韓国特有のまあ、映像美とか演出みたいなところも結構しっかり隅々まで際立ってる作品だったので、これはまあナンバーワンっぽい映画ですね。内容はですね、えー、その盲目で目の見えない天才ハリシっていうのがいてね、まあハリが上手い人がいて、まあ、貧乏なんだけれども、ある試験を突破したところから宮廷に、えー、入ってね仕事をしていくことになるんですね。でそこに入ったがためにですね、もう国家転覆に関わるような重 重大な事件に巻き込まれていってしまうんですね。盲目のハリシっていうのもあって、もう超怖くて超スリリングで、まあ、韓国お得意のそのサスペンスっていうのがですね、まあ、かなり極まった感じで、もうなもう二点3点っていうかね、こうどん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 先の読めない感じになっていくっていう極上のサスペンススリラーの映画になってます。ということで、まあ、こっから詳しくネタバレしになっちゃうので、マジで見てない人とか見たいと思ってる人はですね、一度映画館に行ってください。 はい。え、まず、チート主人公の設定のネタバラシがですね、めちゃくちゃ面白いんですよね。これ、フクロウっていうタイトルもね、どういうことなのかなって思って見に行くんですけれども、え、盲目のチート天才ハリシがですね、宮廷に入ってね、まあいろいろ教わっていくんだけれども、まあ、日直つってね、まあ、その日一日当番としている人として、まあ、座ってるんだけど、まあ、お前目見えないからもう、もう光消していいよねってことで火を消しされちゃうんですね。で、こう、火をポッ ばブワあって消していくと、主人公の目線のカメラになってですね、こう光がこう、ふわーって消えていくんですけども、ここでおやおやと、見えてるのこの主人公 え、なるわけですね。さっきまでもうずっと見えないで、その貧しい暮らしをしてね、見えないで盲目のお前が、みたいな感じで、盲目だから貧乏みたいな雰囲気さえあった。で、盲目だから、ハリシとしても天才でね、病気も、えー、人の歩く足音とか、そう耳を澄ませることで、周りの風景を感じながら、より一般人よりも敏感に、そういった際を聞き分ける能力がある、と思っていた主人公なのに、あれ この主人公、目が見えてるのってなるんですね。目見えてるのかなって思うんだけど、明らかに見えてないような感じだった今まで。で、隠してるような感じでもないし、嘘つくようなね、弟とかにも嘘つくような必要はないだろうって思うんだけれども、バッバッバッって全部火が消えた時に、消えた瞬間、よーく見えてるんですね。真っ暗になってるはずなのに、薄ぼんやりと、はっきりとその世界が見えてる。つまりこの主人公、実は、 ただの盲目じゃなくって、え、目の光を吸収するものが強すぎて、日中や光があるところだと眩しすぎて見えないっていうね、目だったんですね。だから、真っ暗になるとですね、む、むしろ普通の人よりもよく、はっきり見えるというですね、え、暗闇の中だったら、その杖とかも関係なく、ふえーんって歩いたり、走ったりとかですね、勉強とかもできちゃうっていうですね、今まであんまり見たことないような、チート能力を持った、天才、ハリシだったんですね。 もうここが分かったところがもうめちゃくちゃ面白いわけですよね。なんでかっていうと、まず、その、暗闇になると常人よりもむしろ目が見えるっていうキャラクターをですね、僕は知らない。<laughs> そんなサスペンス映画見たことないから、もうそれだけで多分多くの人がですね、ワクワクしておもろーってなるわけですよ。で、しかも、暗闇だから目が見えるっていう時点で、ある種泥棒的なね、 人が寝てる瞬間とか、えー、人が見てない時に、実は人よりも能力が発揮できるっていうですね、なんかこう、背徳感っていうか、悪いことしてる感みたいなのも、このスリル、えー、サスペンスとですね、めちゃくちゃ相性が良くって、なんだろうな、この主人公が暗闇の中で生き生きと動いてるだけでハラハラする。これを見られたらお前やばいぞ、盲目じゃないことバレたらやばいぞって思うし、ま、あなんか彼が別に悪いことしてるわけじゃないし、そういう目に生まれてきちゃってんだからね、なんかそこら辺がなんかね、こう、すごい 絶妙でで面白いんですよねあと、やっぱりね、この、盲目であるっていうことが、こう、目が見えなくて不便でとか、それを耳を澄ませることでとかね、何かを制限されることで何か、えー、耳とか違う部分で能力を発揮してた。そういった主人公が、こう、活躍していく話だと思ってたものが、目見えるんだ しかも暗闇の中だけはってなった瞬間に解放感があるんですよね。一気にこう、走ってくっていうのかな。物語の中でこのキャラクター一気に走ってくし、なんかすごい好感度が湧くっていうか、何かそのしたたかで、実はこういうずる賢い部分もあったんだ、みたいなのが愛せるキャラクターになってってね、なんかこの主人公の活躍を見たいっていう気持ちと、昔のね、ちょっとする歴史物だったりもするから、かなり窮屈っていうのかな。上から締め、締め付けが強い。 暗闇で彼が動けば動くほど、その、宮廷のこの窮屈な感じの中で解放感があってですね、素晴らしいキャラクターですね。これだけでこの映画もう成功してるし、めちゃくちゃ面白い。 あとね、この暗闇で目が見える表現も本当に良くって、ここがマジで韓国映画のいいとこだなって思うんだけど、おそらくだけど、放画とかでやった場合にね、何かこう目が見える表現とかをこうね、こう漫画的にブワーとかね、なんか暗闇で光が見える、なんかゲーム的なこととかをね、やっちゃいそうなんだけども、やらないんですね。なんだか青く染まった暗闇の世界の中で、薄ぼんやりと、 暗いんだけれども隅々まで見えるような画面。まあ普通に暗い中を撮ったらこんな風には映んないよなって思うぐらい真っ暗なのにこの映画館で見ててね細部までこう見えるような絵なんですよ。 ここがすごい映画的で、韓国映画はお見事っていう感じの画面になってますね。で、この映画その設定だけでも面白いんだけど、えー、それだけじゃなくって、この真の時代のまあ美術ですね。なんかもう家とか佇まい、針の一個一個のアイテムとかもですね、その所作、手をね、こう、 置いてここにさって刺す感じのこの手をね、背中に針を刺す時に手をこうすって置いてる。その描写だけでもなんだか美しくて綺麗なんですね。こういった隅々まで何かこう上品なものが漂ってる。まあ、王様がいるんだけど、この王様がね、締めろって言うとですね、周りにいた。 この、お使いのね、女性の人たちとかがね、キューってやるとなんかこう、急転にこう壁がブーって降りてきて、急に壁に囲まれた密閉された部屋になるんだけど、そこら辺の、まあ一連の動きの所作も、美術の転換の感じとか、そういったギミックの映像でも楽しませてくれるっていう映画で、1から10までエンタメに尽くしてる感じがですね、 いいですね。はい、あ。まあ、あと音ですね。この目が見えない盲目の針子、えー、っていうことで、なんかもうその所作、薬をこうガシャガシャやるとか、なんかザクザク切るとか火を焚くとか、なんかそういった所作の時のその音っていうのを聞く描写があるんですけど、その時とかもすごい立体的な音響で、やっぱり映画っていうか映像っていうのはですね、やっぱり絵も大事なんだけれども、同じぐらい音が大事なんですよね。だから音で絵を見せるっていうのかな。音で体験させるっていう部分でも、 楽しませるから音でも楽しませてくれるんだっていうですね。 光と闇っていうまあ描写ですね。ここが、袋っていう、このキャラクターのその能力っていう部分と、この作品が持ってるテーマっていうものがですね、ほんと綺麗にぴったり合わさってるから、そこがもうめちゃくちゃうまいんですね。この天才ハリシはですね、この宮廷に来る時に言われるんですよね。何でもはいはい分かりましたと言えと。見てもな何にも言わないことだと。 余計なことを言わず、はいはいって言うだけなんだみたいなことを教わるんですよ。だから、主人公は行くとですね、まあ盲目なんで、もう立場も悪いし、ちょっと最初はいじめられたりするような描写も若干あるんですけれども、もしたたかにしたたかにね、従いながら生きていく。上と下のね、人民の影の中でもかなり影にいる人間、立場の弱い、 人間なわけですよ。で、それに対して王様っていうのがいてね、一番上の王様。この朝鮮がね、えー、どうなるかっていうところでもうすごいヒヤヒヤしてる王様で、自分の権力の座が奪われることをものすごい恐れてる王様。まさに彼は光の象徴なんだけれども、その光の上の世界と一番闇の下の世界。この盲目のハリシと王様がこう交わっていくことで、この物語っていうのがすごい一気にまた動き出していくっていうのもね、 見事なわけですね。その闇の針子、えー、の方はですよ。光が眩しすぎるんですね。で、見えないと。見ないふりをして、目を閉じてね、見えないふり、聞こえないふりをしてるんだと。で、そこで、王様のね、息子がね、その、 8年間、あの、人質で取られてたんだけど、真に。それが帰ってくるっていうことで、みんなが国が喜んでるのかなと思ったら、王様だけヒヤヒヤして、喜んでない、息子が帰ってくるっていうのに。で、この息子っていうのは、真の国で8年間見てきてるから、えー、今ね、真ではどんな風に反映していて、やばい国、強い国になってるかって分かってる。このまんまじゃ、朝鮮は絶対乗っ取られちゃうって分かってるんだけども、王様は真にね、従うことができない。で、このまんまじゃ、息子からするとね、滅びてしまうな。まあ、見えちゃうわけです 見えるんだけれども、そのお父さんである王様はその助言をねもう聞き入れないわけですよ。息子はですね、なんかこう咳が止まらないっていうことで、でここで咳が止まらないからその息子さん、8年ぶりに帰ってきた息子さんにこのハリシがですね、こう針を打ってあげることになる。でここで、えー、私の病気はなんだっていうことでね。 いや、体が固まってますと。これは心に何かを抱えているからですね。つまり、あなたは、えー、賢くて資料深いから考えすぎて、その結果、血行が悪くなり、体が固まってしまっています。その頭に抱えている問題を解決するのがいいでしょう、みたいなことを言うわけ。つまり、あなたは体が悪いんじゃなくて、心が、 患ってるから、今こうやってね、咳が止まらなくなってるんですよってことをぴったり言い当てるわけですね。その息子さんはね、あの、自分のことを理解してくれてる人にやっと出会えたわけですよ。で、それで嬉しくなっちゃうわけ。で、なんかこう、心をね、こう、通わせようとするんだけれども、そこで、思わずですね、ハリ師がね、 目が見えるっていうことが思わずバレちゃうんですね。で、バレちゃって、まあ、そこでちょっと一悶着くあるんだけれども、なんで、目を見えないの隠してるんだ私は見ないふりをしています。見ないふりをすることでなんとか生きながらえてきました。私にはね、その病気の弟がいます。だから死ぬわけがいかない。あの、見ないふり、聞こえないふりして、ただただ、ひれ伏すことで、こうやって生きているんです。みたいな話をするわけです。真の国から持って帰ってきた拡大鏡っていうね、つまりメガネだよね。このメガネに当たるようなさ、この拡大鏡 をさくれるんですよ。芯からのお土産をその天才ハリスにくれるので、ハリスは,はーと見えるみたいなさ。<laughs> 暗闇の中でね。あ、これなら文字がちゃんと見える。これで文字をきれいに書けるみたいな感じ。じゃ。まあ喜ぶわけですよ。ここで。 見えすぎることで悩んでいるこの二人はですね、初めてここでお互いに理解し合える人にやっと出会えるっていうね、シーン、もう結構感動的なシーンがあるわけですよ。で、この弟さんにね、こう決定的なことが起きる、まあ、シーンがあるんだけど、えー、その時にね、ハリシの、そのテスハリシはね、目の前にいるわけ。で、それが、 起きてることに気づくの。やばいことが起きてるっていうことに気づくんだけれども、しかしこれを今告発したら自分もやばいっていうことで、また見えるんだけれども、というか見えすぎるが故に、今何が起きてるか分かってしまうが故に、見えないふりをしてこう隠すんだよね。だけど、見えないふりをしてることは、今やばいことが起きてる息子さんには分かってるから。 その息子さんが主人公の方を見てるんですよ。弟さんがこっちを見てる。あ、自分が見えてることを知っている。でも助けてあげることができないっていうことで、その決定的なことが起きてしまう。この主人公は、見えすぎるがゆえに、目の前で起きているやばいことも、見えないふりをしなきゃいけないっていう、まあ、強烈なストレスを抱えながらしたたかに生きているっていうですね。こうなんかちょっと痺れるものがあって、今抱えてる問題が、ま、国家間の話だから、 一ね、ハリシです。知りすぎちゃうわけでね、いろんなことこれに対してね、やっぱり見ないふりをして自分の命を守ってる。で、自分の命を守るっていうことはもっと言うと、置いてきたね、病気の弟を守ってると。ここに、この権力の構造の問題っていうのと、彼が見えるのに見えないふりをしなきゃいけないっていう問題と、これに、 その先の読めないどんでん返しが重なってくるっていうですね、ここがめっちゃ面白くて、何それって思うんだけど、我々もそうじゃないこの、要は、おっきい国家間の問題に対して、我々は、無力感。 の方が圧倒的に強いわけですよ。でも自分たちが何かやったって国を変えるわけない。変えれるわけない。リスクの方が高いから、みんな何か大事なことに気づいてもきっと社会とか大きい組織の中でもう黙る。見て見ぬふりする。自分に火の粉がかかんないようにするっていうのが、一個のまあ自分を守る術としてね、抱えてると思うんですよね。で、それに対して、え、じゃあ、この主人公は何かこうしようとするんだけれども、それに対してまたそれがどんでん返しでね、実はもっと大きい問題でした。わーとかね、その、 何をやってもですね、うまくいきそうだな、うまくいった、やってうまくいった、と思ったらうまくいかなかった、と思ったらうまくいきそうだ、あ、いけいけ、頑張れ、頑張れ、頑張れ、やっぱりうまくいかなかった、みたいな、一締めになんて無力なもんだよねっていうのをこう感じさせる。自分なんかがやったってどうしようもない。ただ自分が危険になるだけだから言えない。見て見ぬふりしかできないっていうことをずっと繰り返していくようなどんでん返しが続くんですよ。いわゆる、どんでん返しのためのどんでん返しになってなくって、権力が思って よりも根深かったりとか思ってよりエグかったりしてすごく俺はリアルだなって思ってリアルどんでん返しっていうのかななんかこうそのスリルっていうのがね命がかかってるからその一個一個が命がけだからねまあ怖いしスリリングだしね面白いっていうねまあすごい変わった構造になってて で、その簡単には覆らないラストっていうのがもう本当最後の最後まで、ええー、みたいなところまで行って、あの、うわ、死ぬーみたいなところまで行った時に、まあ主人公がこうね、首を切られるっていう時に星をファって見るんですね。そんで、それを首を切る解釈人がね、それを見てですね、あ、こいつ、目、やっぱ見えるんだ。 こう思うわけよ、ね、え、お前星見てるお前が今まで色々言ってきたこととか、勇気を出して言ってきたこと、本当じゃないみたいな、ところのなんか、まあ、言わないんだけどね、そんなような雰囲気があったりして、ほんと最後の最後まで何が起きるか読めない中で、針を刺すラストのシーンですよ。もう、疑心暗鬼で誰も信じられなくなってる時に、この針師が来ます。お前俺を殺すんだろうってなってる。ところの、王様にね、こう、針を刺していって、どうすんの主人公。この王様どうするの針をポン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 って押して。 頭のところにさサさっさって刺して。今何が見えてますかででんでんでんび、ん <laughs> <laughs> え、どういうことどういうことと思ったら、まあね、王様があることになって、はあ、そこの最後の光と闇の子。 どんでん返しみたいなのがまたラストに起きてですね。わあ主人公そうしたのねみたいなところの、その最後のセリフで、ああ息子のねみたいな。息子のあの瞬間、あの時息子が見ていたもの、うん。今何が見えてますかうわー怖ーみたいな。<laughs> 主人公怖ーみたいなね。えー、ラストもね。まあ、良かったですね。 個人的にね、うわ、いいシーンだなと思ったのが、最初にちょっと偉い女の人のところにね、呼ばれて、真っ暗の中でね、で、もうその時に俺らはね、もうこの主人公がフクロウ能力だっていうことを分かってる状態で見てるから、で、ここで盲目の針師っていうのが、なんか、ああ、なるほどな、役立つんだなって思うのは、偉い人がね、まあ女性なんだけど、まあ服脱いで針打ってもらうんだけども、真っ暗だから、普通の人はもう見えないはずなのよね。でも盲目だから、打てる。針を打てるっていう風に、 思えるんですね。だから、例えばこれが、あの、光をつけた状態だったら、裸をまあ見せることになっちゃうから、目が見える人に針を打たせるには、まあ、裸見せなきゃいけないよね。だけど、盲目の人だったら電気を消して、みんなが見えない状態にしても、その人からしたら関係ないから針打てるよね、みたいな。あ、だからその盲目の針師みたいなのの、この、便利さみたいなのは、そういったところで見えるんだけど、だけど、実際その主人公は、暗い部屋の中だったら見えちゃうから、手が震えちゃうんだよね。 だって目の前でその人が裸だから。あ、やば。見えちゃってる自分みたいな。怖えみたいな感じで、なんとかね、むしろ逆に目を閉じて、こうなんとかこう針をこうやって、あそこの辺のヒヤヒヤもすごいいいですし、どんでん返しの中でも、その王様のところをこう転覆させようとする、あの偉いね、政治のあいつがいるでしょ。ちょっと名前忘れちゃったけど。で、あいつのところに、その王様の左手のね、書いた書類をもう持っていってっていうところで、で、まあその後その息子さんにね、 あの、あの悪い奴が毒針撃とうとしてて、おやめろって言って、この息子をこう助けてあげようとして、わーって言って、で、その転覆させようとしてる人のところにこう行って、つもりが王様がいて、 え、もう王様いないんじゃないのっていうところのあの、この驚きっていうかそのどんでん返しみたいなサプライズ演出もめっちゃ面白いし、え、王様がいるなんでどうなったのって思ったら、その転覆してくる人たちがバーって上がってきて、で、そこで王様と交渉を始めるんだよね。で、ここで俺らは勝ったって思うわけじゃん。もう証拠もあるし、彼を殺されそうになってから助けてあげたいっていうこの主人公の思いと、すべてが、よっしゃ、叶ったって思うんだけれども、ここで交渉を始めた結果、 この二人がいいように政治が進んじゃって、えー、息子の息子であるこの孫いらないから、えー、彼はもしかしたら国家転覆を狙うことになるかもしれないから殺しておこうっていう風になっちゃって、この主人公はこの息子を助けたいのにっていうところのさっき言った、この、一ね、市民、この国家っていう、 権力に対してあまりにも無力で何をやってもうまくいかなくてこう裏切られていくっていうこのどんでん返しのええうまくいくと思ったのにこの子が殺されちゃうんじゃん何の意味もないじゃん頑張った意味がみたいなところのもう主人公がもう抱えてるストレスでも私は見た私は見たって言ってるわけですよ日中だから彼はその時真っ白で何にも見えてないはずで 私は見た、私は見たって何も見えない目で言っている。なんだろうな。ただ一人の人間が頑張ったら国まで変わるみたいなお話でもないところにこの映画の良さがあるなっていう。この話、この主人公に最後まで付き合いたくなる気持ちっていうのはこのリアルさにあるなっていうふうに僕はなんかこう思いました。はい。中途半端にネタバレして中途半端にネタバレしないようなレビューになっちゃいましたけれども、まあ、もし興味がある人はね、まだ全然内容語ってませんから見に行ってみてください。 はい、珍しいタイプの、えー、サスペンススリラーになってますんで、えー、かもう一見の価値ありますんでね、よかったら見てみてください。面白かったら高評価、チャンネル登録お願いします。はい、Twitter、インスタ、えーと、TikTok とかね、頑張ってますんで、よかったらフォローしてください。えー、さようなら、おやすみなさーい。